子供の頃メジャーに憧れ、このベテランズスタジアムでボールボーイをしていたという野茂の相棒マイク・ピアッサ。そのピアッサが第1打席で少年の日の夢を叶えました。思い出のスタジアムで、これも夢の球宴でのどれかに行った。なおもピアッサはナショナルリーグ人気最高得票の期待に応えて、第2打席でもタイムリーツーベースを放ったと、今日は3打数2安打2打点と大当たり。そしてこの試合最も沸いたのが、今年限りでの引退を表明しているオジー・スミスの打席でした。観客のスタンディングオベーションに涙をうっすらと浮かべたオジー。そのオジーのオールスター最終打席は結局セカンドゴロに終わりましたが、6万2000の観衆からはなおも惜しみない拍手が送られていました。なお試合はピアッサのリード、そしてオジーの守備でナショナルリーグアメリカンリーグを完封。 MVP にはマイク・ピアッサが選ばれています。からまたもや興奮気味のあの方が伝えてくれます。パクさん、いよいよオールスター始まりますね。いや、ワクワクしてきましたよ、もう、夢の休学という感じなんですけれども、注目はどんな選手でしょう。そうですね、ナショナルリーグではね、セントルイスカージナルスのあの名将とオズの魔法使いと言われたオジー・スミス、はい、彼がね、今年限りで引退してしまうわけですよ。まあ、残念ですけれども、これが彼の最後の大舞台。さあ、それからアメリカンリーグ、同じくショートのキャル・リッピン、あの衣笠選手のね、2215試合を破って世界新記録を作った連続試合出場のね、あのリッピンですね。両方のショートが、これが見どころだと思います。 I've had a very, very good career. I've been very lucky to have the opportunity to playAnd I've had the chance to experience a lot of good experiences in baseball. And I think the consecutive game streak thing last year, the way that the people grabbed a hold of that and celebrated that, it kind of made me a little bit more popular than I was before. Well, it's an exciting time for me, an emotional time for me. But, you know, I'm going to try and enjoy it as much as I possibly can. I have the opportunity to spend some time, some personal time with all of the guys that I play against all the time. And, This is a lot of fun. 今回が67回目となったメジャーリーグのオールスターゲーム。1回に1点を先制したナショナルリーグは2回裏、この回先頭をご存知、ドジャースのピアッサ。左中間に超特大のソロホームランを放ち、出身地フィラデルフィアでそのパワーを見せつけます。さらにピアッサは3回にも右中間に4点目となるタイムリーツーベースを放ち、ナショナルリーグに試合の主導権を、そして自らに MVP を引き寄せました。そして7回、オジー・スミスが打席に向かうと、スタンドの観客は全員立ち上がり、スタンディングオベーション。オジーの目に熱いものが込み上げます。ベースボールの偉大な功労者、オジー・スミス。この打席の結果はセカンドゴロでしたが、彼を愛する全てのファンがいつまでも拍手を送りました。結局ゲームは1987年以来の完封で、ナショナルリーグが6対0とアメリカンリーグに快勝。通算成績を40勝26敗1引き分けとしています。なお後半戦初めての登板となったのも2回、6番ランプキンにカウントを取りにしたストレートを狙われます。ソロホームランで先制点を許します。その後のモア、リーグを代表する強打者ボンズを得意のフォークで三振に打ち取るなど、ランナーを出しながらも粘り強く投げます。6回、先頭のボンズ追い込んでからの高めのストレートを運ばれ、センターオーバーのホームラン。野茂、2点目を奪われる。7回には1点を失った後、ミディアムスにもストレートを打たれ、ツーランホームラン。野茂は10個の三振を奪いながら、7回5失点で負け投手、9勝8敗となり、2年連続2桁勝利となる10勝目は持ち越しとなりました。